こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、コストコのティラミスとチーズタルトを食べてみたいと思います。もしかしたら今あなたはあれ?と思ったかもしれないですね。おそらくその疑問はコストコの商品にしては小さくないでしょう。はい、その通りです。実は私の住んでる場所にはもともとコストコはなかったというか現在もないんですけど、そのコストコの商品を小分けにして再販するお店というのができたんです。なので今回そこに行って買ってきました。フォーカスがなんかずれるな。これ以上ボケないうちに一気に撮影進めますね。それでね、まあ、そこだったらまずコストがかかってくる、年会費がかからないのと防止して小分けに買うことができる。コストコの商品、自分も他の方の動画とかね見るんですけど、なんせでかいんですよね。あれ全部食べるってなると超きついかなと。20代の頃だったらいけたかもしれないですけど、30半ばになってくると結構しんどいと思うので、こうして小分けで買うことができるのは嬉しいです。ではまずチーズタルトから食べていきたいと思います。小分けといってもそれなりにボリュームあるぞ。あ、そうだ、解説は今回ちょっと飲み物としてコーヒー、こちらこのコーヒー豆をドンキホーテで買った商品、コストコのドンキホーテで勝手にコラボレーションさせるなって感じをしますけど、なので今回はお腹ぼやけるな。今回はコーヒーも合わせてレビューしていきますね。ではまずチーズタルトから食べていきたいと思います。ではコストコのチーズタルトいただきます。あー、これがコストコの味なの。いろいろな投稿入る。何を言ってるんだ私は。いろいろな動画投稿者さんが美味しいと言うだけあって本当にすごい。もっといっぱい食べたいと思う反面、やっぱりワンホールはきついかなと思う気持ちもありますね。だけど食べたいという気持ちは間違いなく本物です。一方のティラミスについてなんですけど、こちらはどうなんだろうな。確かに美味しいし、たっぷり食べたいっていう気持ちも悪くはないんですけど、どうやはさぐなくともチーズケーキに比べたら、いや、チーズタルトに比べたらです。そしてキュッと締める、やっぱり至福のひとときだわ。ごちそうさまでした。最初に食べたチーズタルトですけど、口の中に入れた瞬間に濃厚なチーズクリーム部分がとろーっととろけてきて、チーズのコクと旨味を口中に広げてくれまして、チーズが好きなのであればぜひ食べてほしいタルトだと思いました。やっぱご YouTuber さんの動画とかで見るホールで来ると少しついかな、チーズに飽きるかなとも思いました。一方で次のティラミス、器がしっかりしてるのか、結構これだけの量でもずしっと感じるんですよね。手で持ってみたら、動画越しだと伝わらないです。結構ずっしりします。で、味なんですけど、ちょっとコーヒーの苦味がくどいので、なんだろうな、チーズの酸味とかはあまり感じない。大人ふけで美味しいと言われていましたが、ちょっと自分はコーヒーがくどい苦味になっているのが残念だなと。だから YouTuber さんの、まあ、何回も YouTuber さんで言ってますけど、 YouTuber さんの動画で見るようなこういうボックスでいっぱい入ってるのは、正直自分だったら途中で飽きちゃうかなと思いました。なので大勢で分け合う際、あとこちらのコーヒー、まあ、今回特別枠みたいな感じですけど、コーヒーは結構あっさりとした味わいで、苦味も酸味もそれほどくどくなく、飲みやすい反面少し物足りない部分もあるかなと思いました。なので結局のところティラミスとコーヒーは好みかな、個人の。あなたが好きだと思えば好きだし、ダメだと思えばダメだっていう、なんとも参考にならない回答で申し訳ないんですが、そうとしか言わないです。一方でチーズタルトは濃厚なチーズクリームがとても美味しくて、あなたがチーズ好きならぜひ食べてほしいと思える美味しさだったので、今回の代表として5点とさせていただきます。それでは桜散るブラックホールは風吹きや、風が桜の花を散らせてしまったんでしょうね。というわけで今回はコストコ再販店で買ったコストコ商品を食べてみた動画でしたが、あなたは何かコストコでおすすめありました？あらゆるコストコのあらゆる商品を取り扱っているというわけではないんですが、希望したら取り置きなどもしてくれるみたいなので、ぼやけるな本当に。もしあなたのコストコでこれおすすめですよって伝えていただければ、私の方からリクエストしてまた食べてみたいと思いますので、どうかあなたのおすすめを教えていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけたらもっと嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞。
終焉